はい、どうも、ふいでございます。今日はですね、このナインウィッチーズ家族騒動というゲームをやっていきます。よろしくお願いいたします。こちらですね、ビープさんに提供していただきました。いつもインディーゲームをね、提供していただいているんですけど。これ実はですね、今日発売なんですよ。で、1週間ぐらいね、前に先行的にやってもいいですよ、みたいな感じで許可いただいてたんですけど、まあ、やっぱね、なんかこう見て面白そうだなと思ってからすぐできた方がいいかなと思いまして、私発売当日にやろうとしました。はい。というわけで、これ今やってね、もし面白そうだったら、すぐ買いに行けます。30分ぐらい、やってみてくださいって感じだったんで、あ、でもいいっすね、なんかね、ピクセルっぽい。本当にね、結構いいゲームをね、紹介してくれるんですよね。おぉ。すべてフィクションだけどとかってかちゃんとわざわざ出すけど、俺の好きとの世界観だったんですよね。第二次世界大戦時、ドイツ軍事機構はヨーロッパのほぼ全域を制圧していた。フレデリック・フィンダル大佐は第三帝国のオカルト関連、これ好きなんだよな、探偵の特別部隊オカルト。そうなんだよね。ナチスがそういうオカルト系の部隊を持ってて、なんかこう、まあなんていうかね、聖杯とかそういうの集めてたみたいなね。そういうの面白いですよね。うん。はいはいはい。そういうところから来るんですね。よそ者の夜、この入りがもうまず好きだわ。クラコビッツ、おー、いいね。めちゃくちゃいいビジュアル、いいっすね。お、今日は空襲警報がまだ鳴ってない。アキローっていうの。日本人みたいな名前じゃん。お、あ、移動できる。もう。おお。かわいいね、なんかね。調べるのを忘れないで。電話かけたいが、かける相手がいない。私はとても孤独だ。そうなんだ。触る気はしない。電気ジャックがある。ワイヤーの上を車椅子で走るなと、もう1000回は博士に伝えている。ああ、なんか、車椅子の博士が家にいるみたいですね。うん、博士の本は絵も少なくて本当につまんない。ああ、本をいっぱい出してるんですね。あ、この人が多分そうでしょうね。それには触りたくない。嫌ってるんですね。あ、車椅子の博士が一緒に住んでて嫌ってるみたいな感じ。これセンス？ああ、日本の形見なんだ。ああ、やっぱ日本人なんですね。集めたアイテムはインベントリに保存化されます。だって熊川、あ、いる。死んでない、あれ大丈夫。なんか大丈夫これ、トランス中。そうなんだ、体を揺すっても起きない、トランス中なんだ。すごい、触りたくないってめっちゃ言ってくる。博士の許可なしに触るべきじゃない。あ、なんか電話鳴ってないですか。電話鳴ってるね。電源を入れたことで電話が来たのか。電話が来てましたね。歩き方かわいい。はいはい。博士は今手が離せない。トランスしてます。アキロー・カガサワ、クラコビッツ博士の助手。助手なんだね。なんだろう、どうした。首相がこちらに向かったら、え、そんな偉い人なんだ。すげえ。すごい人だった。いや、触る必要、触りたくはないけど。どうやって起こすの。呼び鈴で博士を起こすんだって。はあ、呼び鈴？呼び鈴？呼び鈴ってどれ？瓶。呼び鈴で起こすって言ってるけど、呼び鈴なんてどこにあるの？この呼び鈴で博士を起こす。このって言ってるから、なんか持ってんの今、なんか。持ってないけどな。このってセンスしかないんだけど、センスしかないですけど。呼び鈴、どれのことだろう。
まさか家の呼び鈴じゃないだよね。あれ、これしかないけどな。どっかね、起こすためのなんか道具があんのか。上に行けるぞ。2階の電気つかない。あ、そうなんだ。え、なに、屁こいた。え？なんで暗闇にいるとお腹が痛くなる。なんでよ。そんな人初めて聞いたんだけど。本屋にいると屁こきたくなるみたいな、なんかあるらしいけど。尿意を催す的な。え、呼び鈴なんてないぜ。呼び鈴？勲章。あ、これか、これだ。こんなんで起こす。あ、起きた。ごめん、なぜ起こした。またトイレ詰まらせた。トイレ詰まらせたら先生、この人起こしてんの。トイレ詰まらせた博士起こす。重要な話がある。リビングの暖炉の火は音より多い。あ、そうなんだ。冷たい人なんだ。はあ、はあ。いやいや、戦争ぶち込むみたいになってるけど。あ、そんな暖炉の火を強めにするのに扇子で仰ぐなんて聞いたことない。普通薪をくべるんじゃない。よいしょよいしょ。触んないけど、あ、これこれで、ね、本当に。お前や。お前や、燃えたわ。首相は冷え性なの。つけましたぜ。知らせはあるか。肺炎になる前に扉を開けて中に入れてやってくれ。はい。あ、もう玄関に来てるの。早いですね。あ、来てるわ。すいません。はい、ずぶ濡れだ。私は鍵をどこやったの。鍵、あ、ちょっとなんかこう早くなった。移動が移動早くなったな。鍵、鍵なんてどこにあるの。鍵知ってる博士。玄関の鍵が見つからない。確か机の上にあったんです。わかった。おーい。あ、こうやって調べたりするんだ。紫色の本の下に人の鍵。鍵の謎についてあったー。ほんまや。パパーン、あった。いかにも鍵を隠してそうな本の下にあったわ。ありました。えい、あ、来た。ここいるかと思った。すいません、こんにちは。みんな歩き方かわいいな。アレクセイ。戦時中になるとその類の話はあまり聞かなくなる。なんだろう。超常現象。サンデーという小さなノルウェーのある町で起きた出来事。地元のレジスタンスの一人が全て目撃していた。クロモックはフレドリック・フォン・ダルカとルドルフ・ハンドルーザー。オカルト55の警告な大佐と非人道的な科学者。へえ。ティリティリティリティ。なんかさっきから効果音とかちょっとなんかいいね。なんか何このメンツめっちゃいい。まあ魔女がいいね。なんと言った、地獄へ落ちろと言いました。あー、魔女はなんか無理やりやらされてるみたいです。このクソ野郎腐ってしまえ。あばよじいさん。あー、人質が一人いった。はは。ケツを蹴ってやろう。やめて、お前の要望に応えると言いました。お、一人いなくなっちゃった。オルシチ兄弟。
すごいナチスっぽいことしてるな。霊能者。おお、なんだこれ。え、なんだこいつら。オルシチ兄弟。なんやなんや。兄弟の目が。何が出てくるんだこれ。なぜかヤンキー座り。おお。タイムボカンみたいな骸骨マグ。何これ、なんかやばいものが出てきた。呪いは本当だった。たくさんの闇のエネルギーが空へと流れている。連合軍は壊滅する。あ、なるほど、戦争の道具に呪いを使おうとしてるんだ。ダークムーンが現れました。なんや、ほほう。公にするつもりはない。民衆の混乱を避けたいような。任せてくれたまえ。すごい、二つ返事で任せてくれたまえって。待ち伏せ。ノルウェーに行くんですね。寒いとこだよ。さっきのラッキリで揺れ落としたんだろう。なんで手帳がおめ飛行機の中から外に出るんだよ。そんな隙間あんの。なんかめちゃめちゃ落ちそうだね。大丈夫かな。首相も乗ってるけど何してんだ。通り過ぎる雲を眺めている。楽しそうだな。なんかこう見てるとこのアキローが一番変人感あるよね。なんか一番こいつが不思議な感じをまとってるね。メモ帳拾っても、あった、メモ帳。すごい乱切りだった。スクランブルエッグの14人前、ニンニクを3つしか食べていなかったので大丈夫でした。お前めっちゃ食うな。病気になるぞ。しかも息めっちゃ臭いだろ。やっぱりアキローが一番変人だよね。下手すると全然そんな感じ。あ、キャラを切り替えれる。キャラ切り替えたよ。計画の次段階を伝える。着陸後、エージェントアイザックを待ち伏せ場所まで。あ、待ち合わせ場所ね。待ち伏せ場所って書いてある。待ち伏せられてるみたいな。ああ、待ち伏せってちゃんと言ってるわ。あ、オカルトの組織が核にお前たちが侵略するための見事な傾向を立てた。あ、そうなんだ。エージェントアイザックから伝える。インテリジェント本部に在籍しているのか。たまにね。予算の都合上、エージェントレイン、エージェントインという会社を通じてフリーランスのエージェントを雇ってる。あ、そうなんだ。優れたエージェントというわけではないが値段は安い。安く済ましてるな。興味深い。ちゃんとした人雇おうよ。正社員で雇おう。ミルクシェイク、いい名前だね。美味しそうな名前。サンデーからっていうところもまたいいじゃん。サンデーからミルクシェイク。ドイツの有名制作者オットフォン・ゼルロイドと助手のギュンターがサンデーに向かってます。私らは組織が主催する日食祭りというミステリアスなパーティーに招かれてます。今にも彼らの乗った車が通りかかるはずです。なるほど、彼らを排除し、彼らになりすましてパーティーに潜入してください。排除って覚えておく。どうやって車止めんだ。あなたの上長の物資の運送と配達の分しか支払っていません。あ、そうなんだ。知らんと。問題解決や相談はサービスに含まれていません。偽装パスポートです。なるほど。ちょっと、アキロー、アキローのなんか、写真やばくない顔。チンクルみたいな顔してんじゃん。ああ、もらったね。
町に入ったら子どものバイオリニストにとてもとても特別な曲を弾くよう頼んでください。どういうこと？そのメロディーを聞いたレジスタンスのメンバーがあなたに接触します。あ、そうなんだ、覚えておく。私はカードゲームが予定があるんで。だからお前ちゃんと雇えっつってんだろ。まあこんなやつになっちゃうから。ポーカーの試合スポーしたことは一度もないんですから。あ、行っちゃった。部長からの物資に金は含まれてなかった。あ、いや、さよなら。あ、やろう、やりやがったな、せこいやつ。コイン、どうやってこの通りがかる車を止めるかってことしなきゃいけない。触る気しない。触れや触る気しないってなんだよ。触ってくれや、頼むから。馬いるね。友達にならないか。あー、出たー。これは、え、なになに、え、あ、寒いの。客人のようだ。アストラル感動、震えや魂の存在を知らせるヒント。あ、そんなのあるの。博士、そんな能力あるんだ。 X を押してアストラル奏者を始めよう。は？え？あ、え、あー、いるいるいる。うんこの上に奥さんが。迷える魂、ごきげんよう。あ、それがトランスだったのか。変わったやつとの仕方だな。私はジグード。え、下にうんこあるけど。ジグードか。家路を急いで失踪していたら馬から落ちてしまった。あ、そうなんだ。最後に覚えてるのは石に頭をぶつけたこと。それ以来馬に無視されていてね。あら、聖者には我々が見えたり聞こえたりはしない。君は死んでいるんだ。何を言っている。生と死の間に抜け出せなくなる魂も存在する。そうした魂は地球の表面の近くに残るからまだ生きていると錯覚してしまう。あ、そうなんだ。物理的に体を失っているにもかかわらずね。大半は死んだことに気づかない。何を言っているのか理解できない。さよなら。あ、待て、幽霊行っちゃったな。はぁ、あんな感じで。てか博士、こんな能力持ってるんですね。向こう側からの知らせ。この辺りに死んだ男がいる。彼の名はシグードで、残念ながら馬から転落して死んでしまったよ。道封じに彼の遺体を使える。とんでもねえとんでもねえとんでもねえ使い方だ。私が探してこようか。あ、そうなんだ。私の知覚能力を使えば早く見つけることができる。すげえ。その環境でインタラクト可能な箇所をあぶり出す最高ノーマル派は。お、背の高い草の中に何かある。なんか見つけたみたいですね。屍って書いてある。よし、ありました。博士すごいな。でも博士、車椅子だよ。現地に車椅子移動で行くのはかなりしんどいだろう。ん？どうすんの？ああ、切り替えるのかな。こいつにやらせるんだろうね。よいしょ。あ、ほんとだ。死んでた。ほんまや。かわいそうに。道封じに使えるだろう。触りたくないっつって看板すら触らないやつが死体は触ってくれるみたい。よいしょよいしょ。とんでもねえものとんでもねえもの道封じに使ってんだ。いけるかな。まあ、人間が転がってたらさすがに止まるやろ。来て来て来て。おお、止まった止まった止まったね。これどうすんのこれ。あ、出てきた。なんてこった。もう耐えられない。9時間もあの車の中で座ってたの。あ、そうなんだ。サンデーまであと数キロですよ。私の字に伝えてくれ。字なんだ。あ、普通に目の前に出てきた。誰だ。私たちと同じスーツを着ている。説明しよう。罠です。バレた。いや、だってそうやってスーって出てきたらそうなるでしょ。私が対応する？え？まだあの古い日本製のピストル使ってるのか？南部式？偽物のチビめ。
え、おうおう、どうやってるぞこれ。おう、あ、こんなアクションバトルあるんだ。すげえ、勝った。強え、アキロ強いじゃん。相手がまずかった。お前のび太的なキャラなんだ。すげえダメなやつっぽいのに鉄砲持つと強い。私には字があるんだ。それはあんまり、こう娘がいるんだみたいな感じの使い方はできないと思うんだけど、字じゃ無理だと思うんだけど。字があるんだって言われて、じゃあやめとこうとならない。テキストおもろいです。いや、これストーリーが面白いな。なんかちょっと目がなんか決まっちゃってるんだけど大丈夫。こんにちは。身分証を提示してください。パスポート、パスポートでいいんですかね。コイン、はい、これで。なんか目が大丈夫こいつ。書類揃ってます。はい。パスポート番号の4桁目の数字は知らんけど。知らんけど、そんなん知らんけど、知らん知らん。ラッキーセブン7。答えは不正解です。ミスターギュンター、失礼。長旅で疲れていて頭が回ってなくてね。少し新鮮な空気を吸ってくる。すぐ戻るよ。処刑されるかと思った。そんなこと覚えなきゃいけないの。ほんまや。51306618。はいはい。ゼロですね。やった。知らんわ。そっちもかい。じゃあラッキーセブン。そっちも覚えるんかよ。もうそんなのおめえ、俺普段覚えてねえよ。そんなの覚えていい。そんなんでおめえ剣門にならねえだろ。もうちょっと分かった、インチするわ。頭きた、この野郎。あったわ、きた、あったわ、きたぞ。こういうね、お前、俺には科学の力がある。そんなもんお前暗記してねえよ。お前パスポートの番号を覚えてパスポートも持ち歩いてるとかこの世にいねえよ。6ですね。こいつの6桁目 9。 もう、いやいや、おめえそんなチェックおめえ誰も覚えてねえぞ。エレガントのスーツ着てるので、ありがとうございます。ザワークラフト大佐。なんか食い物の名前やつ多いな。足が悪い。あ、自動炎症がひどい。お風呂に使って体温めること。あ、優しいじゃんお前。おい、なんだこいつ。レジスタンスの繁栄を願って。あーあーあーああ、やばいやつ来たぞ。復讐のマイムとなる反逆者です。クソが。狂人が徘徊する。ここから離れた方がいい。物騒だな。おっかねえな。いや、でもアクション要素あるとは思わなかったね。謎解きが基本だと思って。さっきの蓋じゃん、呪い解いた時の。あれ空飛んでんの。あれ空飛んでんすか。これどうなっちゃうんすかね。呪いは一体。おお、ダークムーンだ。え、ねえねえ、それラテン語で狭い範囲で起こる悪の超常現象という。特定の場所でしか確認できない。へえ。博士の知識の半分の幅ばばばんだけでいいから。ほし、尊敬してるんだ一応。時間がない、お世辞を言ってる暇ないぞ。アキロレジスタンスに接触し日食祭を参加するための許可証を手に入れなきゃ。
なんかこの人たち間抜けそうに見えてめちゃめちゃ有能だね。やっぱさすがに首相に仕事を頼まれるだけはあるなっていう感じがちょっとしてきたわ。ああ死体がぶら下げられている。汚いうち品のある人は見たことない。ありがとうございます。まあ、要するにこの町は今ナチスに完全に乗っ取られてひどい状態になってるみたいですね。ああ誰も朝か夜か分からなくなってしまう。腕どうしたのって言ったらフォトショップでなくしたって言ってる。どういうこと ?4 ピクセルで少なくいけるな。大変だろう。ちょっとめたいこと言ってくる。確かにドットをあと4つ打てば手が入る。へえ。ビジュアルいいっすね。おお、どうしたの博士。ドイツ士官。ザワークロット大佐探してるんだけど。宣伝書から来た。あ、そうなんだ。大佐の護衛してるって。大佐から誰も通すなって言われてる。あ、そうなんだ。現在女性と同伴じゃなくてとても忙しい。あ、猫歩いてた。そうなんだ。電話で連絡してみれって。覚えてない。嘘だろお前。ああなるほど、秘書ではないからね。口紅塗るの好きな。あれ口紅塗ってんだこれ。口紅ではない。ブラックベリーが大好き。あ、そうなんだ。いや、なんか気になるじゃん。子供の頃兄に盗まれた。まともに答えるやつ一人もいねえな。そうなんだ。母。ああ、こいつあれじゃん。さっきあの魔女のところね。ちょっと行っちゃってる人なんだ。え、なんだピエロがおるぞ。松尾盛り上げに来たのか。尿検査をしに来た。ちょいちょい声に入れてくるな。やっぱり面白いな、気に入った。ピエロ。扉。大佐どこにいるんだろうね。ここに大佐いるんじゃないの。電話せい言われても。開いた。うわ、なんか上で死んでるっぽい人いるんですけど、やりたくない。いや、やりたくないだろうね。死んでんのか酔いつぶれてんのかよくわかんないけど、ありがとう。日食祭に行くのか。運がいいな。大佐はどこにいるの。誰が聞いてる。大佐を最後に見たのは最後に見た時だ。ダメだこれ。やつはワインを9本頼んで若い女と一緒に家にこもってる。あらま。三高校抗がんサーモン。そんなのあんの。ちょっとあのまずいこと言ってるな。ほぼそういう感じのことをよく言ってるけど。あー出ちゃった。あーボナペティ。ひどい。大佐の家の中にいるっぽいな。どうやって大佐の電話番号を手に入れる。そうなんです。素晴らしい洞察力。大佐と話したいんだけど、東側に行くには気候証が必要なんです。すごいね、この人。同じこと聞く人がいた。昨日街に著名人がたくさん来ました。道化師フランク・ヒューターと有名女優ゲルダ・フォン・ブタワー。へぇ。芸能の話題に頭をする。隣に住んでるよね。うん。入れないのよ。どうやって、どっかでパスワードをゲットするのか。そんなスーツ着てガールフレンドに見せてあげないんです。なかなか洒落たこと言ってくる。みんな褒めてくれるな。
これもしかして博士の力を使うのかな。博士の力を使って、あ、ね、猫になんかできるけど、あ、できねえよ。ポスター、博士は幽体離脱いくらやっても大丈夫なの。他に幽霊はいなそうですね。にゃんこがいるな。このにゃんこは何なんだろう。にゃーん、にゃーん、なんもないか。お気にするならその子を持ってくの待った方がいい。胃腸の緊急事態お、ポスター。おお、DJ やった。日食祭と書いてある。こっからはアクセスできん。ああ、すごいところから今博士が出てきたんですけど。市場がある。おお、トイレここか。ここに行ってたんだ。缶の前にいたやつ。ありがとうございます。あ、そうなんだ。すいません。いたいたいた。こいつがなんか、入り方とか知ってそうだよね。おお、戻ってきた、戻ってきた。こんにちは。クラシック音楽が好きならいいとこに来ました。コイン1枚であなたの好きな曲を弾いてみます。あ、来た。この子や。この子に、この子にね、リクエストしなきゃいけない。よしよしよし。これこれこれ。ね。とてもとても特別な曲。おう。ギターじゃねえんだよ。お、なんか来たぞ。ちょっとちょっと、音楽の趣味がいいですね。レジスタンスの一員だ。お前たちを待っていた。ドイツ人に侵略されている。どうで聞かれるかわからない。警官地だ。おお、ハウル司令官、ホレのパンの廃棄を2倍にしてやれ。男性ホルモンクリーム。あ、そうなんだ。元気だね。すごい。サンドイッチ1000個。割引クーポン。なあ、1000個も頼んだら割引クーポンぐらい入れてくれよな。とか言ってる場合じゃねえんだわ。あ、そしてもう30分過ぎてしまった。一応私あの30分でプレイはお願いされてるんで、一旦残りはね、ちょっと買ってぜひやってみてほしいって感じですかね。私も多分ね、放送できないけど裏でやってみてます。これすげえストーリーっすね。これ世界観がめっちゃ好きなんで。面白いですね。なんかアクションパートがあると思わなかったんでびっくりしたな。アドベンチャーとアクションがね、両方あって、この後もいろんな遊びが出てきそうですよね。この調子だと。キャラもなんか他にもいるのかな、うん、いい世界観ですね。キャラクターもいいし、とっても面白い。
はい、というわけで皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひよかったらねやってみてください。今スイッチでも PS4 でも出てると思うのでお願いします。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。とても面白かったです。